君が来るのを待っていたよ。見とれてないで、しっかりしてね。とどめきだよ。百の目を持つって言われてるんだ。この目でどんな敵からも主を守ってみせるね。さあ、つくよみ様の美しい瞳に僕だけを映してください。もしかして緊張してる？奇遇ね、私もよ。俺が噂の三希望、天狗の一番星ってね。ま、よろしく頼むわ。さあ、つくよみ様の美しい瞳に僕だけを映してください。もしかして緊張してる？奇遇ね、私もよ。私は千代目、祈祷もして忍びの任務もしてって変じゃないわよね。棟梁さんはどう思う？君が来るのを待っていたよ。見とれてないで、しっかりしてね。くつつらだよ。主のお役に立ってみせよう。完璧に、ね。さあ、つくよみ様の美しい瞳に僕だけを映してください。もしかして緊張してる？奇遇ね、私もよ。僕は成平、六花仙一の画人だよ。歌が聴きたければいつでも言ってくれ。つくよみ様とはきっとこうなるんじゃないかと思っていた。牛若ちゃんならいいよ、安心してこの身を委ねられる。茨城童子だ。俺の牙に流せない血などない。君が来るのを待っていたよ。見とれてないで、しっかりしてね。ヌエです。特技は、一応、雷を操ることです。東村城の化け物は、お前だろうって？最近は、やってないですよ。君が来るのを待っていたよ。見とれてないで、しっかりしてね。キルコです。船に乗ってやってきました。今はただ、僕だけを信じていてください。ここまで顔が近いと、私の方が見とれちゃいそう。雨摘みかぼしだ。何？俺を従わせるだと？笑わせるな。